ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、新聞には掲載されない交通事故の後日談の話など3話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、臨死体験、曖昧な記憶、着物を着た女の子だ。なんだか面白そうな話ね。どれも大変興味深い話だが、3話目は、いいぞ。それでは聞いていただこう。臨死体験。これは昔知人から聞いた話。知人が中学生の頃、1学年上の女子の先輩 A さんが、体育の授業でバレーボールをしている時に、突然目の前が真っ暗になった。しばらくして気がつくと、どんよりした曇り空で霧が立ち込める。ただただ広く、一面荒れた荒野のような場所に立っていた。一人ぼっちが寂しくて、あてもなく歩いていると、後ろから話し声が聞こえてきた。振り返ると、自分と同世代くらいの制服を着た女子2名が歩いてきた。人を見つけたのが心強くて。よかった、誰かいないかなと、心細かったの。と話すと、私たちあっちに行くんだけど、ついてくる？っていうので、同行した。聞くと同じ中学3年生ということがわかり、大変仲良くなり、道中をキャッキャッとはしゃぎながら歩き、河原に着いた。すると、あそこだよ、と二人が指差した場所を見ると、霧の中に柳が一本揺らいでおり、古い手漕ぎの木の船が川に一隻停泊していて、柳の下には、擦り切れた傘をかぶって、着古した服を着た、痩せ型のおじいさんが、キセルを吸ってうつむいていた。仲良くなった女子2名は、私たち、ここから船に乗るんだ、と言って、おじいさんに、すいません、お願いします、と言うと、おじいさんは無言で手を出した。女子2名は、制服のポケットから小銭を出して料金を払うと、A さんに、一緒に行こう、と言ったが、A さんはお金が1円もなかった。おじいさんが、この船は金がない奴は乗れねえよ。と言い、A さんと2名は3人で行きたいと主張したが、許可は下りなかった。仕方ないので2名は、私たち先に行くけど、またあっちで会おうねえ。と言い、おじいさんが船を出して、その場には A さん1人が残った。A さんは寂しくなり、また1人で歩いていると山があり、山の入り口には朱色の大きい門があった。A さんは中に人がいることを期待して力ずくで門を開け中に入ると真っ暗な洞窟のような空間だった。少し歩くと先に洞窟の両脇がポツポツと光っており、それが長く続いているのに気がついたので近づくと、ひな壇が両脇に長く並んでおり、そこには火の灯ったろうそくが無数に立っていた。ろうそくは太さも長さも全く異なり、今にも消えそうなものもあれば、こうこうと灯ったものもあり、白い牢には、それぞれ人名が墨字で記入されていた。A さんは、気味が悪いけど前進し、ろうそくの道を進むと、後ろから、ボソボソと囁き声がした。何を喋っているかわからないけど、複数人で何やら焦って、ガヤガヤ騒ぎながら、こちらに走ってくる足音がした。A さんは人に会いたかったのに、走って向かってくる人たちに見つかるのが、強烈に怖くなり、走り出した。ずっと走ると、ろうそくとひな壇はなくなり、真っ暗闇に変わり、先の方に白く丸い出口のような一筋の光を見つけ、一目散でそこにたどり着き、光に飛び込むと、掃除機のようにスルッと吸い込まれて意識を失った。A さんが目を開けた時、病院のベッドの上で、お母さんが泣きながら、A ちゃんが目を開けた、と大声で叫んだ。A さんは目を覚ましてもなお、入院生活をしていた。お母さんの話によると、授業で倒れたのは、成長につれて心臓に血管箇所ができてしまったためらしいのだが、日常生活に不便がなかったので、本人も家族も気づかなかった。だが、運動がきっかけで発作が発生してしまい、危険な状態が1、2週間続いた、とのことだった。普段無口で家にいないお父さんが、会社休んでつきっきりだったんだよ。お母さんが言うには、A が目覚めた時に、寝ていた間のことがわかるように、と言って、ベッド横の机に地方新聞4日分を置いておいたらしい。A さんは、中学生は新聞なんか興味ないのに、と思いながら、倒れた日の夕刊をペラペラ見ると、地方のニュースの欄に。早朝、マルシの女子中学生2名が、原付自動車で事故し。A さんとは同県だが、遠い市街の記事を発見し、読むと、電車に無免で2人乗りして走行した少女2名が、転倒により即死の記事を見つけた。慌てて、翌日の新聞の奥闇を見ると、船着き場で別れた2名の少女の名前があり、事故死と書かれていた。
在住する県の地方版は、亡くなった人の葬儀に参列するときのために、死亡原因や葬儀場の場所、氏名、年齢が紙面で公開される。A さんは、お母さんに、夢の中で、私、仲良くなった子たちがいて名前を教え合ったんだけど、この子たちの名前だよ。間違いないよ。と言って経緯を話したら、お母さんは、その子たちがお金を持っていたのは、多分最後に棺に入れるお金で、それは別の世界に行くための船に乗る料金なのかもね。A ちゃんがお金を持ってなかったのは、まだ行く時ではない、ってことだったのかしらね。ただの風習ではなく、昔の人たちはそういうことを知っているから、棺にお金を入れるようになったのかもね。と、A さんの言葉を否定せずに聞いてくれたので、後日、お母さんと A さんで、亡くなられた二人のお墓に参りに行った。という話を聞いた。私は実名を聞いたけど、ここで言わない。なんだか怖くはなく、そうなのか、と考えさせられる話だったので、聞いてから6年経った今でも、忘れられない話です。長文ごめんなさい。曖昧な記憶。当時、私は16、7歳でした。私は京都に住んでおり、私たちの友人の間では、夏休みを利用してアルバイトが恒例になっていました。それは仲間内で天国のバイトと呼ばれており、とある寂れた駅の駅員のバイトです。今もあるので固有名詞は出さないでおきます。持ち場は全部で3箇所あり、そのどれもが1時間に3本ほど観光客を運んでくるのみで、その前後5分以外はクーラーの効いた駅員室で漫画を読んだり、ゲームをしたり、宿題をやったりと好き放題でした。それが天国と言われるゆえんです。他の駅員は、定年退職し、職場を求めた食卓のおじいさんばかりで、今日はなんやしんどいですわー、などと言うと、孫ほど離れた私たちが可愛いのか、食卓さんたちは、それじゃあ、宿直室で寝てきたらどうや?なんて言ってくれるほど、ぬるいバイトだったのです。それほど美味しいバイトが、一般に募集されるはずもなく、このバイトは自然に、毎年丸々高校在学の生徒で埋め尽くされていました。バイトをしている者は、3回目のバイト、つまり3年を迎えると、次の年、そのバイトに入れる選ばれた人が1年から数人選出され、代々途切れることなく続いてきていました。当時のバイトメンバーは、U 君、K 君、N 君、Y 君、M 先輩、私の計6人。全員男です。M 先輩のみ3年で、残りの5人は2年。その年、1年生はいませんでした。この出来事はこのバイトに直接関係ありませんが、このバイトをしている環境が問題でした。全国的にもその周辺は実害用に多く、食卓の人たちから怖い体験話を聞かされたりしたものです。実死体体が毎年必ず数体は発見されますが、その発見者はほとんど早朝から出勤する食卓の方々。私たちは8時か9時頃からの勤務ですので、幸いそういった現場には出くわしませんでした。ある暑い日、私たちはそのバイトを終え、お疲れ会を開くことになりました。お疲れ会というのは別段変わったことじゃなく、単にバイト後にみんなで雑談するだけのものです。バイトは2シフトで、終わるのが19時と23時の2種類。お疲れ会に参加したいけど、早番だという場合は、4時間ほど持ち場で暇を潰して、遅番の終わりを待つのです。その日は珍しく6人全員が参加しました。俺は今日参加しようかなー、というのが残り2人にも波及して、じゃあ何もないから俺も、という風に早番全員が残っていました。お疲れ会の場所は日によって異なりますが、その日は風情があるやろってことで、日本の川が合流し、一本の鴨川になる中洲に降りて行うことにしました。中洲は、日本の川に架かった2つの橋の間から、川べりへと石段を降りていくとつきます。左右を川がサラサラと流れた砂利の上に座り、いろんな雑談をして楽しんでいました。K 君と N 君、それから M 先輩はお酒が好きで、近くのコンビニで缶ビールも買い込み、少しだけ飲める U 君は付き合い程度、全く飲めない私と Y 君は、ジュースで、と言った具合でした。当時、携帯というものは、まだ、限られたビジネスマンが、車の中でだけ使う高価なもので、普及していたのは、ポケベルと PHS。今の若い方々は、知らない方も多いかもしれません。基本はポケベルで、中にはピッチ、PHS を持って、ベルト共用している人もいる。そんな時代です。数字だけが入るポケベルから進化して、その当時は、短いカタカナを送ることができました。町の公衆電話では、女子高生が高速でメッセージを打ちまくる光景をよく目にしました。1、1は、あ、1、5は、お、2、1は、か、といった具合に入れるのです。河原で飲んでいた6人も、それぞれポケベルや PHS を持っていました。みんなが談笑している時、M 先輩のポケベルが鳴り出しました。
他のみんなは大して気にすることもなく話を続けていると。あれ？誰やろ？ M 先輩が言いました。どうしたんすか？誰かが尋ねると、M 先輩が自分のポケベルを私たちに見せてくれました。どこにいるの？それを見た誰かが冷やかします。また、誰やろって。それは俺らが聞きたいですよ。と、ニヤニヤしています。いや、ほんま心当たりないし。と M 先輩が言った瞬間、手に持ってこちらに見せていたベルが、再び鳴りました。確認する M 先輩、いぶかしげな表情を浮かべ、私たちに見せます。私も入れて。どこって聞いておいて、入れてってなんやねん。意味わからんわ。と M 先輩、彼女ちゃうんすか？いや、彼女おらんのん知ってるやろ。その時は、大して気にも留めず、また雑談を再開しました。数分して、また鳴る M 先輩のポケベル。もう、誰やねん。と、また私たちに見せてくれたベルには、ないの、と。全員、はぁ、と苦笑していました。すると、今度もすかさず、もう一度ベルが鳴り。どこにあるの？どこにいる、の次は、どこにある、か。M 先輩は、わけがわからない様子で、呆れて鼻で笑っていました。ところが、ポケットにしまいかけたとき、また鳴ったベルを見た M 先輩は、一気に青ざめたのです。次は何すか？どうしたんです？興味津々に聞く私たちに、M 先輩は何も言わずにベルを見せてくれました。私の頭がないの、とありました。みんなに見せた後、M 先輩はいきなり怒り出しました。ちょ、お前ら。俺が霊感強くて、こういう冗談一番嫌いなん知ってるやろ。驚く私たち5人。誰やねん、こんなふざけたん入れたやつ。ちょ、もうええし、ほんまやめろや。まで言った時、またベルが鳴りました。M 先輩の真剣さと、もしかして霊的なことなのかという驚きで、5人も押し黙って、M 先輩が確認する様子を見守ります。確認した M 先輩は、はっ、と引きつった笑いをすると、またベルを見せてくれました。遊ぼうよ。見せながら、誰や、と、M 先輩は問いただします。お前ら、ピッチ持ってるやろ。それでこれを入れてるんわかってんねん。そう言うと、とりあえず、全員ピッチここ出せ。発信履歴見るわ、と言い出しました。PHS からメッセージを送るには、メッセージセンターに電話をかけなければいけないので、発信履歴を見ると確認できるのです。折れちゃいますよ。と、みんな口々に言いながら、砂利の上に PHS を出していきます。全員が出し終わって、2、3人目の PHS を M 先輩が確認し、お前もちゃうな、と言った時です。またベルが鳴ったのです。全員の PHS が、その場に出されているわけですから、その時点で全員の無実が証明されましたが、同時に、何やら気味の悪いメッセージが、この6人以外から入ってきていることも証明されました。え、と言って、ゆっくり M 先輩はベルに再び目をやります。真顔で差し出してくれました。頭探して。口々にみんな気持ち悪がり。誰のいたずらか知りませんけど、なんや怖いっつねー。うわ、めっちゃ怖い。でや、でや。ほんま誰やねん。と、少し興奮しつつ、6人が出した答えは、他の場所に移動する、でした。川の近くであまり人気がなかったから、という怖さも大きかったからです。ゴミを集め、6人は降りてきた石段に向かって歩き始めました。また、M 先輩のベルが鳴りました。全員、M 先輩のベルに群がってメッセージを見ます。どこに行くの？それを見た瞬間、全員、うわーとか、おい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 とか、これマジでやばいってー、など、悲鳴を上げて走り出しました。石段を駆け上がって止めてあった玄茶にまたがり、一番に走り出した人の方向に従って、一斉に玄茶で逃げ出す6人。結局、最寄りの私鉄駅前まで行って、戦闘が止まりました。駅前は、自動販売機や公衆電話の人工の光があり、みんな、ちょっとずつ平静を取り戻してきました。さっきのんはやばかったなぁ。俺こんなん初めてやわ。ちょっと、今日寝れへんかもしれんやん。と、まだ、多少遊び半分だったのかもしれません。楽しいハプニングが起きた、と。駅前の街路樹の枠に腰掛けた M 先輩が、しばらくしてみんなに言いました。あれは、ほんまにヤバかったと思う。実は、最初からちょっと嫌な気はしてた。マジですか？などと、みんながリアクションしてる時に、また嫌な音が鳴りました。M 先輩は、勘弁してくれー。と言いながらも見ます。そして一言、大丈夫そう。と言って、見せてくれました。どこに行ったの？みんな、見失ったんちゃう？と言い出し、一人が、今のうちにばらけて家帰ろうや、と言い出しました。一人で帰るのが怖いという声もありましたが、ほどなくその案にみんな同意。各自玄茶にまたがって、ほな、また明日なぁ、などと言って用意している時、二
再びベルが鳴ったのを聞いて、6人はピタッと動きを止めました。ベルを確認した M 先輩は、帰るのは中止。移動しよう。と言いながら、ベルをこちらに見せます。見つけた。信号無視もしましたし、首にかけたタオルが風で飛んでも、拾いには戻りませんでした。24時間空いている喫茶店を見つけ、駆け込んだ6人のうち、3、4人は震えていました。ドラマのように、わかりやすく震えているわけではなく、椅子に座ると、膝がカタカタ揺れ、それがテーブルに伝わって、シュガーケースがコトコト揺れるような震えでした。移動している間に、どこへ行く？お前、頭がない。返せ。頭を返せ。と、次々とメッセージが入っていたそうです。もう、すでに少し放心状態の5人は、それを聞かされても、そうですか、といった反応。確かにクーラーは効いていましたが、ほとんどの人間が、ここは寒いとも言い出し、もう、どうしていいかわからない状態です。1時間ほど喫茶店にいて、結局、6人全員で、一番家の近い Y 君の家に行くことになりました。Y 君の家に着き、Y 君の提案で、仏まで雑魚寝することに、仏さんがいるから、守ってくれるんじゃないか？という安直な考えでした。それが功を奏したのか、Y 君の家に入ってから、ベルはピタリと止まったのです。ところが、さらにおかしなことが起こり始めました。ゆうくんが言った一言。あれ？ K はどこ？ K くんの姿が見えないのです。トイレ？トイレにはいませんでした。K くんは Y くんの家のどこを探してもいませんでした。家の前を確認すると、彼の現茶だけありませんでした。あれほど怖い状況で、一人で無断で帰るとも思えません。不安になり、K くんの PHS に電話をかけましたが、誰も出ません。Y くんが、これは非常識とかを気にしている状況じゃないから。と、とりあえず親御さんにいなくなった旨を報告するため、PTA 会員名簿で K 君の自宅電話番号を調べ、自宅に電話しました。夜中の3時4時頃です。しばらく誰も出ませんでしたが、やがて彼のお母さんが出られました。非常識なお時間にすいません。K 君と一緒のアルバイトしてる Y と言いますが、彼はそこまで話して、こちらを見ました。ちょっと待ってね、やって。K、家にいるみたい。はぁ？なんやねんあいつ。帰るんやったら、一言言えや。と、みんな口々に愚痴ります。しばらくして、電話口に出た K と会話した Y が、私たちに言ったことは、あいつ、今日早番で先帰ったとか言うとる。全員、顔をしかめて聞き返す。なんか、お疲れ会誘われたけど、今日は用事あったから、帰ったやんって。確かに寝起きの声だったそうです。みんな、よくよく考えましたが、いたようないなかったような、つまり、記憶が曖昧なのです。存在感がないとかいう話ではないです。6人のうちの一人なので、いなければすぐわかるはずなのに、最初の河原から Y 君の家に着くまで、誰もが K 君がいないことを感じていなかったのです。でも、どんなことを話したかとか、何か証拠があるかと言われれば、誰も言えない。ただ、確かに6人だったと、みんな記憶しています。着物を着た女の子。俺は小学校2年の頃、親の仕事の都合で転校した時、いめられました。クラス1のチビだったし、女っぽい風貌だったことも理由だったんだろうな。唯一、俺を救ってくれた友達が一人いたんだけど、そいつは別のクラスな上に、家庭環境に問題がある乱暴なやつで、でも、いめはしないやつだった。思い起こせば、近所の花つまみ者だった。封鎖的な土地柄だったんでね。でも、俺も俺の親も気にせず付き合ってたよ。その町に引っ越ししてきた時に親切にしてくれたのが、その一家だったんでね。ところで、いめに関しては、プロレス技の実験台とかの類の肉体的な暴力で、腕力があるやつが止めに入ると、とりあえずは止まるんだよね。でも、お前、あいつにチクったやろ？と言われ、またすぐ再会。もう、15年ほど前の話なので、今ほど深刻ない、目じゃなかったはずだけど、当事者にすると、地獄の毎日でした。今では記憶がおぼろなんだけど、その頃同じ年頃の女の子と友達になったんだよね。多分同じ学校の子じゃなかったと思う。おさげ髪に七五三の時に着るような着物をいつも着てた印象があるんだけど、不思議とその当時は違和感がなかった。いつもニコニコしながら俺の話を聞いてくれたっけ。唯一の友達に聞いても、誰やそれっていうだけだし、そもそも友達と遊んでいる時には不思議とその女の子は鉢合わせしない。でも、当時は不思議とも思わなかった。その子と知り合ってから、唯一の友達がいない日は、毎日のように、学校帰りの公園で遊びました。楽しかったんだけど、学校帰りに会うものだから、今日、めっこにこんなことをされた、なんて愚痴ることも多かったわけよ。最初のうちは、心配そうに。大丈夫？痛かった？
なんて聞いてくれたその子が、ある日、男でしょ？いつまでメソメソしてるの？と言ったのね。その子に愛想を尽かされた気がして、その日は帰宅して泣きじゃくりました。その翌日からしばらくその子は俺の前に現れませんでした。それから5日ほど経った日に、今までの中で一番きつい目に遭いました。休憩時間に小便中、何人かに体を押さえつけられ、プロレス技をかけられ、そのまま個室に閉じ込められたのよ。上から汚れた雑巾を投げられたり、ホースで水をまかれたりしてね。チャイムが鳴っても、怖くて個室から出られなかった。めっ子たちはすでに教室に帰っていたのにね。俺がいないので担任の先生が、ディはどこや？とクラスのやつに聞いたら、あいつならトイレじゃないの？って笑いながら言ったやつらの言葉をもとに先生がトイレに駆けつけるまで、俺はとっくに開いている個室の中で泣きじゃくり座り込むだけだった。先生に抱きかかえられるように教室に戻り自分の席に着こうとすると、近くの席のめっ子の一人と目が合った。やつは半笑いで、長いうんこやったな、まるまる子ちゃん。と、俺の名前を女の子のように呼びました。その時、今まで溜まりに溜まったものが、弾けたような気がしました。同時に、あの女の子の言葉を思い出したのね。気がついたら、飛びかかって、素手でそいつの顔面を殴ってました。謝るまで殴り続けるからな、とか言いながら、そいつは、あっけに取られたのか反撃できず、やられるまま。他のめっ子は、最初、そいつを助けようとしたけど、切れている俺と目が合うと視線をそらしたので、俺は今度はそいつに飛びかかりました。不思議なことに先生はほとんど止めに入らなかった。多分トイレの一件で俺がめられたことを理解したせいかな。結局俺が3人のめっ子を殴り、2人が泣きながら俺に謝ったタイミングで、もうええやろ。お前らもしょうもない目なんか二度とすんなよ。と言って仲裁に入るまで。それからは目がなくなったよ。めっ子たちは俺と目を合わせなかったけど、クラスに友達もできたからどうでもよかったし。後日談だけど、その女の子のこと、しばらくしてその子と一回だけ遊んだ記憶があるんです。俺がめっ子を殴った武勇伝を話そうとする前に、その子は全てのことを知っていたかのごとく、この前は偉かったねと言いました。なんで知ってるのって聞くと、その子は何も言わずに微笑み、もうお別れだねって答えました。それだけの記憶です。そして、本当にその日からその子と会うことはありませんでした。もっとも、その当時の俺は、新しくできた友達なんかと遊ぶことの楽しさを覚え始めていた時だったので、あまり気にも留めませんでした。この話を思い出したのは、今年の春に参列した親戚の葬式の時、母から聞いた話からです。俺には生きていれば1歳上の姉がいたという話。姉は両親の初子だったんだけど、運悪く流産してしまったそうです。そういえば、小さい頃に供養に連れてかれたことがあったけど、当時は流産の意味さえよくわからなかったので、最近まで忘れていました。そして推測でしかないけど、あの当時俺を慰めたり叱ってくれた女の子は、死んだ姉だったような気がするのです。わずかに記憶に残っている女の子の輪郭の一部からなんとなくだけどね、目に遭っている弟が立ち直るまで見守ってくれたのかな。母に、そういえば、って感じで葬式の時このことを話したら、多分そうだろうね。と同意してくれました。今年の盆休みには、久しぶりに姉の墓参りに向かうつもりです。どの話も面白かった。ああ、そうだな。でも、未成年者の飲酒や交通ルールを守らないのは絶対にダメだぜ。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか？ 1話目、臨死体験。2、2話目、曖昧な記憶。3、3話目、着物を着た女の子。4、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。